見渡す限りの豊かな平原、満州国の翼屋にトラクターが走る、馬突きが土を掘り返す、長い厳しい冬も明けて、盾も慌ただしく次々とする春の時を惜しむ、すべてこれ一粒でも多くの恋に立つ地への戦いの姿である。急げ種まき、日満愛携えて戦うこの大いなる戦いに、食料も愛ともに戦い取ろうではないか。戦力を病ますために、満州国の民が雄大な平原を耕すなら、我は敵寸の荒れ地をも許すまじ、桑を打ち込もう。ここは青森県五本木の町近く、学童もその親も勤労奉仕に一つとなって200丁部開墾への水田事業、かつてこの土地へ桑を入れた人は事業の困難さゆえにいずれも力尽きて虚しく荒れ地を眺めるのみであったという。しかし今や一粒でも多く、そして一坪でも多く耕さねばならぬ。けだし正規の絶対的増産が前線の戦いにかかるとせば、食料の増産と確保こそはその戦う力のもといではないか。五本木の町を中心に人々は力を合わせ、豊かな十和田湖に目をつけて、石を掘り溝をつけ、水枯れ知らぬ水田への懸命な作業が続けられてきた。目に青葉、初夏の日を楽しく受けて5月27日、待ち望んだ正式の日は訪れた。よし、開け。水門からとうとうと溢れ出る十和田湖の水は、流れ流れて汗の奉仕の水田に道を飛びた。期待に満ちた人々の顔に見送られながら、やがて植え付けも終わり、秋の気配の満つる時、戦力増強の稲の粉みがふさふさと200丁部の開墾地をうずめることであろう。今や戦いを続けることはここに常、食料問題はますます重大化してきたのであります。すなわち国民一同の活動が増せば増すだけ、そこに食料を多量に供給しなければならないのであります。あえて食料が欠乏をいたさなくても、国民の活動力が増せば増すだけ食料は多量に供給しなければならないのである。そこに私は職務上、なんとかして民と国民に食べさせて、民と働いていただきたいのであります。そうして主要食料の補給となり、素材の補充となるものはいろいろありますが、中んずくかぼちゃのごときは最も面積を要せず、素人の手に耕しやすく、気候して栄養に富み、最も実際に適応するのであります。内田農商大臣の声に応えて、空間地利用は都会と言わず、山村と言わず、あらゆるところで行われねばならぬ。
必ずしも米や麦に限ったことはない。かぼちゃで結構。野菜の一束でも自ら作ればよいのだ。世に一坪園芸、公園農場といわれるものも、全国を合わせてみれば18万5000町部はまだ作れるという、誠に偉大なものではないか。田畑を増やすとともに質の改良も大切である。190万町部の麦畑から今年は2700万石突破を予想される取り入れを前にして、一旦部から20数票、従来の 4,5 倍は確実という新しい栽培法の考案者伊藤氏に聞く。これまでのように巻き幅を狭くいたしますると、利用できる耕地面積は極めてわずかなものになります。土地を無駄なく使うためには、巻き幅を広くするのであります。丈夫に育てるためには、種を渦巻きにするのであります。このようにいたしますと、やがて一粒の麦は、20本にも30本にも分結するのであります。この分結こそ、増収のもとでありまして、これが麦の本来の姿なんであります。種を渦巻きにいたしましたことによりまして、麦は窮屈な思いをせずに、十分に日光を浴びて育つのであります。決して今まで以上に肥料を施す必要はないのであります。また、水入れをしっかりやりまして、今までのような手の込んだ中打ちを必要としませんし、悟りも行わなくても良いのでありますから、人ではむしろ少なくて済むのであります。アドミラルチーに航空基地を設定して、アイタベ、ポーランディア、果てはトルガー河口、ビアク島へ、ニューギニア北岸を西に進むアメリカの野望、いよいよ急なるものがある。しかし巨大の皇軍はこの敵を迎えてよくこれを水際に圧迫し、まさに撃滅の態勢を敷く。ジャングルに覆われたニューギニアの未開地に戦闘を続ける皇軍将兵。原住民も心から将兵に懐いて協力を惜しまず、地図もない牧師の偵察には殿下の弓矢を取って道案内に一役買って出る。それは来るべき攻勢作戦になくてはならない地形の的確な把握となって、大きな効果をもたらすでありましょう。勇士たちは丸木橋を渡り、道なき道を分け入って、ただ反撃の準備のために地味な人工の進撃を続ける。西南太平洋方面に戦う勇士たちを最も悩ましたものは、数に物を言わせて徴量する敵の飛行機であった。敵機に対する勇士たちの憎しみはどんなにも大きいものであったことか。その敵に目に物を見せる放射砲が到着した。ジャングルの悪路もものかは、ただ敵機撃墜の喜びにいっぱいで、この精巧な降車砲を備え付ける。不円滑な補給に加えて、ここは何しろ悪役奨励の番地。不利な条件と少ない兵力。しかしひたすらこの根拠欠乏に耐え忍んで、勇士たちは戦い続けた。今やまさに好機を捉え、皇軍の断固攻勢に転ずる時は近きにある。勇士たちはその日に備えて黙々任務に励んでいる。